東京ドームです。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。読売ジャイアンツ対北海道日本ハムファイターズ交流試合2回戦の模様をこれからご覧いただきます。この試合の解説は辰川光雄さん、西崎幸弘さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、リポーターも紹介しましょう。はい、私たちがスタジアム中を駆け回っていろいろな情報をお伝えいたします。よろしくお願いします。はい、楽しいリポートお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。試合開始は10分。そして打順が変わります。稲葉、カウント変わらず2打線に見送った。いい球を見せました。ツーアウトで次のバッターを迎えます。フルカウントが続きます。あっと打った、左方向へ取りました。スリーアウトチェンジ。そして次の5番、王。この試合初めての打席ということになります。最初の1球、真ん中はキャッチャー取りました。一塁へ、アウト。ここで打順が一巡し、ここまでは両チームともにヒットは1本となっています。さあ、3球目はどうか。痛烈な対レフトへ、レフトへ上がった。あっと落ちた。ワンバウンドヒット。打ったバッターは二塁へ向かった。ショートが中継、ツーベース。そして2番森、あ、やばいバッターじゃん、こいつ。いつやツーエンドワン変わりません。打っていった、これはセカンドになります。ファーストへ送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。そしてクリーンアップという場面、稲葉、その注目のバッターボックスです。いいですよね、繋ぎたいです。インコース打って、これは低い当たり、相手の前ワンバウンドヒット。セカンドランナー三塁を蹴った。三塁ランナーが今ホームイン。そしてセカンドランナーもサードランナーへ続いてのホームイン。タイムリーツーベースヒット。得点シーン、リプレイでご覧いただきます。そして次のバッター、4番バッター、高橋。第1球です。高めのボール落ちました。左への打球、落ちた落ちた。ワンバウンド、最悪だよ。3塁を回った。ボールは中継のショートへ。セカンドランナーがホームに帰ってきました。3回でセンターへのタイムリー。そしてバッターはカウントはそのままツーエンドは変化球を打っていった。取って一塁へ、一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウト。ここで1点ぐらい変え、4回の裏、ジャイアンツの攻撃返します。この回の先頭、王、左のバッターボックスです。どこから狙うか。まずは初球見送りました。今日のピッチングを見てどうですか。今のストレートもいいと思いますけどね。次の第2球、バッター見送りました。バッテリー1球2球と外してきました。3球目引っ掛けます。打球はファーストへ、ファースト取った、ファーストへ、アウト。最悪や。そして次の3回の2打席目、サードゴロに終わっています。さあ、次はどこへ行く。ファウルです。ファウルになります。この試合ファーボールの数が2となっています。さあ、3球目、あっと打った。これは1、2塁間抜けた、きれいに抜けた。ファーストランナーは2塁に止まります。さあ、ヒットが出ました。ジャイアンツ、ここで2番手ピッチャーにスイッチします。落ち、これは当然って感じじゃない。この大勢の野球、ヒットのランナーを許しています。2球目です。低めのボール打って、打球はショートの前、2塁へ送ります。2塁、フォースアウト、1塁アウト、ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。さあ、ジャイアンツ、3点を追いかけます。6回の裏、さあ、2試合続けてホームランが出ています。1投目はどうでしょう。これ大きい、強い当たり、これはライトに上がっていい当たり。これでワンアウト。マジか。
陣打線完全チームクセブジャイアンツファンでいっぱいの東京ドームから実況生中継でお送りしております。打ってプロラインはバッター稲葉、さあ3投目高めを打って左へサードが下がります。取りました、アウトが1つ。高橋ここまで2回塁に出ています。次が5球目、フォアボールです。フォアボールで1塁ランナーは2塁へ、これで2塁1塁。5番バッターのフレンチ、さあ3球目はどうか。あっと打った、プロ野球はセンターに上がりました。取ってこれで3アウト。ファイターここで3番手ピッチャーに変えます。立谷、一昨日に続いてのマウンドになります。そしてバッターは5番、今日のここまでは3打数ノーヒット、まだヒットが出ません。さあ1球目、強烈な打球、初球しっかり捉えた、バランスセンターに上がった、取りました、2アウトになる。うわマジか、ノーヒットかよ、ダメだな。そして次のバッ伊藤井、このゲームは塁に出られていません。さあ第3球、低めを打って三遊間に抑えた、二塁はフォースアウト。ショート、セカンド、ファーストと渡ってゲッツーを成功です。さあいよいよ来た、次のバッターはどう。カウントそのままツー打線に、バッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。さあ2塁が出ます、ただいまの三振です。こっから逆転したいな、あ、ダメだった。この2連戦の2日目は3対2ファイターズの勝利となりました。投手リレーで逃げ切りました。あー、ジャンス負けたな。勝利監督インタビューが始まっています。さあジャイアンツ、次もこの東京ドームです。そしてイーグルスを迎え撃ちます、解説は達川光雄さん、そして西崎幸洋さんでお送りしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてリポートの2人もお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。